忍者は生きている。そんな情報をキャッチしたケニーは、はるばる千葉県野田市へ向かいます。古くから醤油の産地として知られる野田市、ここに今も現役の忍者がいるらしいんです。ねえ、いいですか。はい、この辺りにさ、はい、忍者がいる。ここまっすぐ。この辺りにはですね、忍者がいると聞きましたんだけど。子供が知ってる、大人も知ってる、みんなが知ってる忍者、この町の忍者は人気者なんです。ケニーは期待に胸を膨らませ道場へ向かいます。迫力はすごいんだね。今まで想像したものとは全然違う。はい、気合を入れる。気合を小さいぞ。この男こそ今に生きる忍者、戸隠流忍法34代宗家、初見正明63歳。若い頃から数々の武道を体得し、猛虎の虎の異名を取った忍法の達人、高松俊嗣に27歳で師事。恩師から戸隠流の極意を受け継ぎ、今に伝える。日本はもとより海外でも高く評価されている男だ。先生、お願いします。ちょっと軽いのをやらせていただけませんか。いやー、そうだ、さっき実でもやってみましたね。はい、やめてほしい。というのは何でしょう。いきなりさっき実なんて恐ろしい言葉を聞き不安がるケニー。そりゃそうです。さっき実とは背後からの殺気を感じ取り、振り下ろされる竹刀を避けるというものなんです。ケニー、断る間もなく道場の真ん中に。から死んだわ。これが言葉が出ない。武道の始めですね。これからが武道のスタートなんです。忍法のスタートなんです。嘘だろという方のために、吉田五段の模範演技を見せてもらいましょう。もう一度スローモーションで。人間の忍びの目というやつはですね、体全部が目なんです。ああ、ね、これだけじゃない。そうです。心の目が美しくないとね、うん、忍術はできないんですね。だから悪いやつは忍者にはなれないということですね。頭の後ろでも目があるように、そう、体全部なんですね。なんで分かったか。なんで刀が体が自然に感じてくれて、それに自然に動いただけです。だから自分の意識では動いてないです。すごいなね。ありがとうございます。パンチで取りますね。すっかり忍術に惚れ込んだケニー、続いては体術に挑戦。これでもう全然それでこれで、じゃあそこまで行こうか、ね、目つぶしまで。はい、 OK、 はい、倒す。はい、肘で行く。はい、回る。はい、はい、目つぶしを取って、それで、よし、 OK、 嬉しいんでしょ。なんか勝った、サバイバルしたと子供のように喜ぶケニー、続いては戸隠流ボウシュル拳に挑戦です。ボウシュル拳は回転を与えると的に突き刺すことも難しく、鍛錬が必要で、熟練者になると両手で使い分けたり2本同時に投げたりできるんです。でも危険ですから、テレビをご覧の皆さんは真似しないでね。まちまちになると、当たらない、刺さらない、はい、これ企業秘密なんだけど、本当はね。こうスナップ効かせたら当然回るから、抜くんですよ。秘密と言いながらポイントを教えてくれる永瀬八段。平成の忍者は優しいんです。さて、ケニーの腕前は。ただでさえ難しいボウシュル拳、壁に突き刺さったとはいえ、的を外したケニーに皆さん大爆笑。平成の忍者は陽気なんです。ありがとう。褒められた。では戸隠流忍法の極意をとくとご覧ください。
人の忍術の考え方と向こうの忍術の考え方の、うん、あのね、生きるためにはね、はい、結局この忍術のテクニックっていうのがね、うん、非常に精神的にも肉体的にもね、うん、必要であるという環境に皆さんいらっしゃるわけ、うん、日本は平和ボケしてるわけね、うん、専門家がね、はい、武道をやりに行った専門家がね、いらっしゃるんですよね、うんうん、だから僕も真面目にね、はい、教えなくちゃいけない、それに対して答えなくちゃいけない、はいはい、忍者が残した武術や知識は VIP を警護するボディーガードや特殊部隊に活用されているんです。忍者は決して過去のヒーローではないんです。だから忍術もね、忍耐自制って言いましてね、我慢できてそのバランスをコントロールすることができる人、保つことができる人ね、そういう人がやっぱり一番、うん、素晴らしい忍者だと。先生にとって、うん、忍術というのは何ですか？うん、別にね、難しい意味がないのね。忍術っていうのは私ですってことね。それだけ。自分。そうです。自分をコントロールして生きること、それが忍術と初見さんは言います。これは過去だけではなく現在未来にも通じることではないでしょうか。今まで忍者というのは映画、漫画、忍者ショーの、ま、なんだろう、世界だけと思ったんだけど、実はそういう忍者がいる。その人に会ったらさ、そのなんだろう、存在感が本当にすごかった。今まで僕の忍者と忍術のイメージがだいぶ変わりました。子供たちの永遠のヒーロー忍者は過去のものかもしれませんが、忍術はいつの時代でも生きていくことができる技として受け継がれてきました。戦国の世から数百年、戦乱の世が生み落とした忍者の知恵と技は我々の身近なところでも生きているんです。